おお、綺麗な女性じゃないか。どこに行くんだろう。ここのお店に入ったぞ。ボランティ048か。なかなか良さそうなお店じゃないか。よし、今日はここにしよう。よし、ベスポジ確保。あとは声をかけるタイミングだけですね。おお、ここはチーズ料理レストランなのね。今日はチーズのタンパク質で精力充填しますか。お待たせいたしました。おお、来た来た。珍しいよね、アリゴがあるなんて。とろーりのびるチーズ入りマッシュポテト。フランスの郷土料理だね。バゲットにつけて食べると止まらないんだよね。ワインともよく合うし。ああ、あんな綺麗な女性にアリゴ食べさせてもらいたいな。はい、マーカー。マーカー、おいちい？うん、おいちい。今日、この後、どうしようか。この後、チーズみたいにネバネバしたいな。もう、マー君のエッチ。お、あの子は定番のチーズフォンデュですか。女性がチーズフォンデュ食べてるシーンっていうの、なかなかセクシーだよね。ああ、あんな綺麗な女性にチーズフォンデュ食べさせてもらいたいな。ところって最近さ、浮気してない？してないよ。してない、してない。スマホちょっと見せて。許さない。やめるんです。止まらない美味しさ。浦和に来たら048のチーズフォンデュ。途中から妄想が変な方向に行ってしまった。フォンデュフォークは武器じゃないぞ。失礼いたしました。おお、美味しそう。おお、来ましたね、今日のメインが。ステーキにラクレットだなんて、これはまた贅沢だ。ダブルタンパク質で精力充填だね。
これはみなぎってくるよ。きた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 。よーしよ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 し。さて、そろそろ声かけちゃうよ。お嬢さん。はい。チーズはなぜ伸びるかご存知ですか？いや、知らないですけど。チーズの中にはね、カゼインというアミノ酸があって、熱を生じるとそれによって伸びて絡んでくるんですね。はあ、そうなんですね。もしよろしければ、私と一緒にチーズのように伸びて絡んで溶けてみませんか？いやです。全くうまくいくイメージが湧かない。いや、よく食べたな。お、あの子はデザートにチーズケーキか。チーズ尽くしだね。いやー、しかしなかなか声かけるタイミングって難しいよな。ん？ねえねえ、話しかけると周りの人にバレちゃうから脳内に直接話しかけるね。え？逆なん？さっきからズボンのチャック開いてるよ。チーズは美味しかったが、結局恥をかいてしまった。しかし脳内に直接話しかける能力ってすごいな。あの能力があったら声が出せない状況でもこっちにだけ聞こえる喘ぎ声とか出してもらえるのだろうか。それはかなり興奮するな。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。本日ね、女性に人気のあるお店、ね、ボランティアに協力していただいたんですけど、よろしかったんですか？本当に。いや、よかったです。こんなやるならいい機会を与えてもらってすごくハッピーです。ぜひ皆さんにもね、食べに来てほしいから、ちょっとお店の情報を聞かせてください。そうですね、当店は、まずチーズが売りで、埼玉で唯一のチーズ料理専門店としてやってます。一番の売りは、ちょっと見えるかわかんないんですけど、チーズフォンデュ。こちらが大人気。スイスのですね、エメンタールチーズとブリュイエルチーズという2種類のチーズを、独自配合しておりまして、唯一無二のチーズフォンデュと自負しております。すごく美味しいと思うので、ぜひ皆さんに食べていきたい、いただきたいと思っております。皆さん、食べに来てね。めちゃめちゃ美味しいですよ。もう一個です。あ、もう一個、もう一個。もう欲張っちゃってくださいね。欲張っていいですか。あとですね、ラクレットチーズだったり、目の前で仕上げるイタリア産のパルミジャーノチーズのリゾット。こんなのもすごく大人気です。締めにはですね、チーズケーキ、うち、すごく魅力なんですけど、ニューヨークチーズケーキといって、湯煎焼きするチーズケーキ。はい。なんですけど、こちらも締めに、ぜひおすすめしておりますので。はい。皆さん、ね、裏に食べに来てね。待ってね。